デリック・バイアーズは、テネシー州メンフィス出身のバスケットボール選手。リーガッコブの CB セビリアに所属している。ポジションは、スモールフォワード。身長201センチメートル、体重102キログラム。バージニア大学、バンダービルト大学を経て、2007年、NBA ドラフト2巡目42位で、ポートランドトレイルブレイザーズに指名を受け、その権利を、 フィラデルフィアセブンティシクサーズにトレードされ NBA のプレイヤーとなったがキャリアのないまま同年10月に解雇されたその後サマーリーグや数チームのトレーニングキャンプに参加したが開幕ロースターに残れず D リーグを活動の場としていたその後フランス、ドイツ、ギリシャを転戦したロックアウトで NBA のシーズン開幕が遅れた2011年12月10日 マイアミヒートと契約がまとまりかけたが、結局開幕前に、ウェーブされた。2012年シーズン終了間際に、サンアントニオスパーズと契約し、シーズン最後の2試合に出場、平均5得点、5.5リバウンドを記録した。11月、アルバベルリンに復帰した。2013年9月29日、メンフィスグリーズリーズと契約したが、 シーズン開幕前の10月6日に解雇された。2014年3月4日、ベーカーズフィールドジャムに復帰した。4月、ベルギーリーグのベルフュース・モンスエノーと契約した。同年8月、リーガ・コブのセビリア・ b ーシーと契約した。ありがとうございます。